料理勉強中。皆さんこんにちは、富澤商店の初子でーす。本日の企画参りましょう。初子スイーツ武者修行、基本のパウンドケーキを作りたい。今回も教えてくださる先生をお呼びしたいと思います。富津福岡スタジオのクオさんです。富津福岡スタジオの校長してますクオです。よろしくお願いします。これはこの間言ってたあのクリーミング製。そうですね、クリーミング製ですね。バターが空気を取り込んでくれる性質になります。なるほど。ということは、ちょっと待って、思い出す、ふわっとするんですね。そうですね、それをしっかり混ぜてあげることによってふわっとしたパウンドケーキになります。わかりますかね。だいぶ白くなった気がします。2回目。なんかすごいボロボロしてる感じになってるんですけど、これって今バターと卵のバランスが崩れてちょっと分離してるような状態ですね、うん、その状態だとふわっと焼くことが少し難しいので乳化させていきたいと思います。はい。乳化っていうのは油と水分がしっかりと結びついて、交わってる状態ですね。ちょっとバターの温度が低かったりとかするとなかなか水分とつながってくれないので、少し、湯煎だったりとかで温めて、混ぜてあげた方が早く乳化すると思います。なるほど。それから少し分量である薄力粉を先に少しだけ入れてあげて、少し水分を吸わせてあげると乳化につながると思います。でもう持ち上げて大丈夫です。もう持ち上げてちょっと多分溶けてきてると思うのでバターが、はい、じゃあ一度また湯煎から上げてもらってしっかり混ぜます。でも本当に一瞬一瞬で大丈夫です、まだちょっとつながりがまだ分離してるような感じだなと思ったらまた少しつけて混ぜてあげます。一気につけちゃうと全部バターが溶けちゃって、せっかく含んだ空気が潰れてしまうので、ちょっとずつぬるま湯の湯煎で温めていきましょう。なるほど。こうクリーム状、さっきのなんかボソボソした感じがなくなってきた、クリームっぽくなった気がします。ですね、そのクリーム状になったのが、まあ、乳化した証だと思っていただいて大丈夫です。なるほど。薄力粉、ベーキングパウダー、もう粉っぽさがなくなれば OK です。白い粉が残ってたりすると、はい、まだなんですけども、それがもう見えなくなればもう混ぜ具合としては大丈夫です。美味しそう。これに入れていくんですけど、あ、さっき言ったじゃん。いや、私だってそんな、私だってやりたくてやったんじゃないですよ。ちょっとまあ綺麗にして、これでそう、結局そこにつくとそいつが重さで倒れてくるんだよ。パウンドケーキが膨らんできたとき、真ん中から山なりになっていくので、極端な、ね、山なりになるのを防ぐために、両サイドに少し生地を集めています。なるほど。よいしょ、焼いていきます。わ、あ、すごい、中はトロトロしている。はい、というわけで焼き上がりました。ちょっと開けてみたいと思います。オープン。お、めちゃくちゃいい焼き色なんじゃないですか。ふっくらの上で冷まして完成です。はい、結構綺麗に、なんか変にムラがあったりとかしてるわけでもないし、うまくいったかなって気がするんですが、綺麗に焼けてると。お、試食をしてみたいと思います。じゃあいただきます。すごく行き過ぎちゃったね。過ぎちゃったね。美味しそうだったんだ。すごいふわふわしてて、すごい美味しいです。これがクリーミング性っていうのが分かりますよ。分かりました。やっぱり外が、まあ、しっかり焼けてる分サクサクしてるのもありますし、で中はもうふんわりしているので、まあ、その食感の違いっていうのもありつつ、すごい味もちゃんとしっかりしてるので、とっても美味しいです。いただきます。乳化しているので、もうパウンドケーキ自体の食感ですね、もう食べた時に口の中でふわっと消えるような感じがあるので、しっかり焼き加減も作り方も
上出来だと思います。あつこさん、今日はこの僕の焼いた2種類のパウンドケーキを食べてみてもらいたいんですけども、よろしいでしょうか。出ましたね、なんかお決まりのパターンみたいになってきましたけれども、はい、あでも見た目がすごい分かりやすい。このか傘っていうんですか、高さが全然違う。分かりますかね、こう下と揃えた時にこっちの方が格段に倍、うん、でも倍近くぐらい膨らみが違うのがもう見た目で見て分かります。で何を変えたかっていうと、今日作ってる中でもね出てきた言葉の一つなんですけども、はい、乳化、はい、乳化させた生地と分離した状態のままで焼いた生地っていうので、どれだけ違うかっていうのを今回2種類用意させていただきました。卵と混ぜてた時にちょっとなんかバラバラになっちゃってる状態のまま焼いたものと、しっかりとこうクリーム状になってから焼いたものっていう違い。そうです。すごい、全然違いますね。うん、すごい軽くて、まあ、とても美味しいです。え、すごいこれ、え、すごい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 、全然違いますね。まとまってない感じって言ったんですけど、もう本当にボソボソ、水分がなくなってるので、ちょっと食べた時にボソッとした感じ、ね、食べづらい、ちょっと口の中がちょっと水分欲しくなるような感じになってると思います、うん、そうですね、なんか外側のさっき食べた時にそのサクサクしてますっていうのも、なんかこっちはなんか一つにまとまってる感じがするんですけど、こっちは本当にボソボソしてて、なんか食感もまとまってない感じがして、本当に違います、まあ、見た目も違ったんですけど、食べた時の感じが本当になんかレシピ違うんじゃないかなっていうぐらい全然違います。パウンドケーキを作るときはしっかり乳化をさせてから。乳化をすることによって、バターであったクリーミング性ですね、でしっかりと空気を含みながら、パウンドケーキを作ることができるんですけども、乳化させるとき卵を入れましたよね、はい、卵を入れるときに乳化しない、もうボソボソっとした分離した状態だと空気を含まない状態になりますので、うん、乳化の時はしっかりと混ぜながら、で今回は温めたり粉を入れたり調整しながら、しっかりと空気を含んだ状態で焼くことによって、ふわっと美味しいパウンドケーキが仕上げることができます。焼き上がった時にですね、まあ、シロップだったりとかをお好み のリキュールだったりとかを混ぜたシロップを焼きたてのところに打ってあげることによって、しっとりしたパウンドケーキを作ることができます。今日の基本のパウンドケーキのレシピはですね、トミズレシピの方にも掲載されておりますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。というわけで、初子と料理をやってみよう。チャンネル登録よろしくお願いします。